ちの禁止の連続そんな時ウルトラマンが欲しい自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるんだ勇気の光漏れるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってその日、一機のガード輸送機が南極の氷の下の湖で発見された古代怪獣アルゴナの卵を乗せて一路日本へと向かっていた。しかし驚きましたね。南極で古代怪獣の卵が見つかるなんて。見つけたやつが一番驚いたろうな。でも案外小さかったんですね、昔の怪獣の卵って。実はペンギンかなんかだったりしてね。なわけはないだろう。おっと、もうすぐ都内上空だぞ。なんだ今の音は。その頃、全く無関係な古田鉄工所では、社長は昼寝、工員の幸男と武は元気に暇を潰していた。いいんすかね先輩、俺ら毎日こんなで。いいんじゃねえの、仕事ってのは来るときは来る、来ないときは来ない、そういうもんだろ。もんすかね。なんかうちもかなり危ないみたいだし、俺の人生これでいいのかな。いいわけねえだろ。スキャリー、あーほらった。うわー、脱出したパイロットの話では、都内上空を飛行中に突然機体に穴が開いたようだと。機体に穴？それでアルゴナの卵は。現在ガードの地上隊員が捜索に向かっていますが、現場の状況から見るとおそらく卵も墜落した機体とともに燃えてしまったのではないかと。これはダチョウの卵だな、うん、間違いない。生まれてくるのはダチョウなんだよ。ダチョウの卵か。でもさ先生、なんで空から降ってきたんだろう。お前もものを知らないな。ダチョウは鳥だよ。空を飛んでる時に産んだに決まってるじゃないか。何言ってんすか社長、ダチョウは飛ばないっすよ。何、飛ばない。鳥がなんで空を飛ばないんだ。え先生、この卵を温めたら帰りますかね。え、それは卵だからね。何を言ってんだよ今日。鉄工所でダチョウの卵を返してどうすんだよ。挿入不能の機体が墜落しました。運んでいたのは南極で発見された古代怪獣アルゴナの卵で、現在墜落した機体と卵。そしてそれから12時間が経過しようとしていた。ガム、そんな心配ばっかりしてないで少しは食えよ。そうよ、この時間になっても何の通報もないんだから。やっぱり卵は輸送機と一緒に燃えたんだよ。うん、でもなんか嫌な予感がするんだ。嫌な予感？知ってる、そういうのって牛の知らせって言うんだよね。牛？牛
じゃない、虫。虫の知らせだよ。誰だ、変な日本語教えたの。アツコ。本当に嫌な予感がするんだけどな。その予感は当たっていた。やめましょうよね、やめましょう。怪獣の卵を使ってガードから身の代金をいただこうなんて暴挙ですよ。預かるって字は貯金の貯だよな。預金の世ですよ、預金の世、ね、ほらテレビでも言ったじゃないですか。万に一つ怪獣の卵を見つけたら絶対に触ったりせずすぐ連絡してくださいって。大丈夫大丈夫、俺触りまくったけどなんともないでしょ。それにほら怪獣つってもさ、こんなちっちゃいんだからいい音がする。健康健康あ、それ記念に録音しておきましょうよ。よし、脅迫状が完成した。課長、どれどれ、うん、お、なるほど、これならば誰が読んでも信用するぞこの卵でもって身代金を頂戴した暁には古舘工場は奇跡の大復活、日本一の鉄工場になるぞ。私はあの苔むいした委員をリフォームするぞ。俺はこのしょぼい鉄工場に押されまして、南海の無人島にこの世のパラダイスを作るぞ。しょぼいとはなんだ、しょぼいとはなんだ、たけし。まあまあ社長社長で、ゆきおくんはどうすんだ。え、ゆきお、ほらゆえ、俺電子レンジ欲しい。まあ、いいじゃないですか。いいな、うん、よし、次は宛先を書いてと。たけし、ガードの住所は。ガードの住所、うん、あ、そうだ、怪獣のことなら。脅迫状、脅迫状、何？どこどこどこ？地球人へ、うん、怪獣の卵は我々フルーター星人が預かった、はあ、我々には身の代金と引き換えに卵を返す用意がある、はあ、速やかにガードに知らせなさい。ああ、読む末だな、これで。あ、いや、これでも本物の脅迫状ですよ。見てください、これこれ。しました。アルゴナの卵？ほら、カセットテープも入ってるわ。これ宇宙人の仕業っすよ。だって人間がこんな汚い字書くわけないですもん。フルータ星人？脅迫状に同封された写真は本物だそうだ。輸送機の機体に穴を開けたのもそのフルータ星人の仕業ということですか。うん。先ほど京極博士も KCB に向かったそうです。京極博士ってあの極地生物学で世界的な権威の、うん、お前も早速調査に出向いてテープを解析して。分かりました。慌てるな、ガム。民間の放送局が関係したデリケートな調査だ。一応パートナーを用意してやる。パートナー？安心しろ、ガム。俺ががっちりサポートしてる。志麻さん、では問題のテープを聞いてみましょう。なんだこれ。止めて、止めてください。博士、この音は一体。おそらくアルゴナの卵内部の音でしょう。それじゃあ博士、なんということだ。仮死状態にあったアルゴナがきっとこの暖かさのせいで目を覚ましてしまったんでしょう。あの獰猛な肉食怪獣のアルゴナが。獰猛な肉食怪獣？肉食？まあまあ、田畑さんも玲子さんも落ち着いて。卵の写真見たでしょ。こんぐらいの大きさなんだからさ、万が一卵がかえっても麻酔銃かなんかでね。博士、大きくなるんです。はい。しかも卵ごと。へー。アルゴナは爬虫類と哺乳類とをつなぐミッシングリングであり、卵といっても外側を覆っているのは
殻というよりもむしろ保護膜に近い。アルゴノは卵の形態のままどんどん巨大化し、生体となって誕生するんです。一旦目覚めたとなるとこの容器だ。卵はいつ帰ってもおかしくない。じゃあもし身代金を渡さなければ、古田星人はアルゴノを使って町を破壊することも。一刻も早く古田星人のアジトを突き止め、卵を。はい、KCB です。もしもし、古田星人だ。いつもお世話になっております。卵の身代金として金の延べ棒を8本用意してください。よろしく。古田星人は実在する。え、でもこれ人間の声みたいじゃない？あ、そうだね。いいですか、奴はお金ではなく金の延べ棒を要求している。さて、金にはどういう性質があったかな。アガム、金は伝導率が高くて高度な精密機械に用いるのに理想的な金属だ。あ、そっか、やつは宇宙船の部品か何かに使おうとして。なんとかしてアルゴナの卵を。僕はアルゴナの卵の音を分析してみます。何かわかるかもしれない。頼むぞガム。いやー、なんかトントン拍子っすね。金の延べ棒はもう手に入れたも同然だ。金の延べ棒をこの鉄工所で溶かして、金貨を作って諸外国に売りさばく。きっと飛ぶように出ますよ、金貨。ゆきよ、卵はどうした。卵は、卵はやっぱり温めてやった方がいいと思って、うん、2階にストーブつけて、うん、電気毛布でくるんでやったんですよ。そうかそうか、よ、湯たんぽも売ってったよね。湯たんぽもな。そうっすね。そうさあ、湯たんぽだよ。うわ、はい、こちら島。テープの音を解析したらアルゴナの卵から特殊な高周波が出ていることが分かりました。そうか、僕は空から卵の高周波をサーチしてアジトを突き止めますから。わかった、俺たちは古田星人に気づかれないよう潮から現場に近づく。ナビは任せてください。博士、いよいよ古田星人の対決ですね。はい、皆さんご協力ありがとうございました。博士、参りましょう。あ、博士だけ。あ、卵でかくなってるよ。どうしよう社長。逃げよう。あ、そうだ、逃げよう逃げよう。ちょっと待って、あの卵が帰ったらどうなるんです。怪獣が出てくるんだよ。みんな逃げるに決まってるじゃないか。あ、ダメだ。どうした先生。玉家のアルバーちゃんが昨日足くじいて病院に来てた。お、アルバーちゃん逃げられないぞ。どうしよう、どうしよう社長。社長、ガム、この方角でいいんだな。ええ、そのまま。志麻さん、卵が。どうした。卵が帰ったのか。移動し始めました。さあ、卵どこ持っていくんすか。とにかく人のいないところに運ぼう。2階の山奥行こう。そんなとこ近くにないっすよ。ああ、見失っちゃったよ、ベルマン。お前がトロいんだよ。レイコさん、あの信号さえなければね。なんだあれ、古田鉄工所。古田、フルーター。ああ、おいおい、あ、ベルマンが後ろからついてくる。お、最高の気分だぜ。なんで KCB が俺の前にいるんだ。おお、オーケー。
行くぞ。あ、ありがとう。わかった。もらうもらう。わかった。わかったから早く行って。お願い。早く行って。やばいぞ。社長、トラックは。トラックごと捨てて逃げるんだよ、お前。待ちなさい。お前たちだな。この脅迫状書いたの。一体どういうつもりなの？ごめんなさい。いや、あのね、空から卵が落っこってきましてね。どうで我々ちょっとこう悪い心をね。空から落ちてきた？実はね。何がフルーター星人だよ。俺はおかしいと思ってたんだよ、最初から。そこまでだ、フルーター星人。卵を返しなさい。卵？卵？卵？アルゴナは僕に任せて。お前じゃ頼りないな。カジオさん、行くぞ。よし。何やってんだガム。怪獣は俺たちライトニングに任せて、お前もっと後ろの方で。なんだ、なんだ、どうした。カジオ、餌だ。お前が餌に見えてるぞ。餌だ。餌？Yeah.
てやってください。そうすればアルゴラは再び眠りにつくでしょう。さら人間のふりしてもダメだ、古田星人。ちょっと島さん。え？古田鉄工所？古田？フルーター？はい。何を考えとんだお前ら！帰ってくる。まだ人類を憎んでいるのか、またガイアと戦うつもりなのか。次回ウルトラマンガイア再会の空、再びあの扉を開けるんだ。